おかさんオンライン証券こんにちは4月の17日火曜日の株と為替の売買シナリオでございます現時刻が4時46分、もうじき4時47分になるところという時間帯ですえドル円レートのほうが106円の96銭ぐらい。 えーまあ、6の96、107円ちょっと割れたぐらいの水準でしょうか、えー、日経225、東京金融取引所クリック株365での225指数が2万1970円80円というような水準感でございますさて今日、えー、いくつかまた持っているんですけれどもまずは先にですねもう本日の東京市場なんですが、えー、かなりなぎ状態だったとこういうところでございます今、私持っておりますのがおかさんオンライン証券のネットトレーダー取引画面なんですけども、えー、日経平均株価のほう 年齢との方もかなりタイトな値幅の中での東京市場展開だったというところでございます。まあ、皆さんももう取引画面でご周知のところかと思いますので、本日の東京市場振り返りというのは、本来はもう割愛したいぐらいのところなんでございますが、さて、私が気になったのはこちらでございます。今日いくつかちょっと報道機関さんにお尋ねいただいてというところでまあ。 え、こういったところ私ちょっと注目したんですよというところでご紹介させていただこうかと思うんですが、まずはワシントンポスト、そしてこれ今ないんですけど ABC ニュース、米国におけます、え、シリア攻撃、まあこれを受けてというような形になろうかと思いますが、トランプ大統領の支持率が、 上昇していると、こういうところなんですね、えー。今年、まあ一番高いような水準になっていると。やはり、米国の、えー、まあ人道的な立場を取っての、まあ正義の、まあ鉄椎とまで言いませんが、まあこの辺は、えー、トランプ大統領の昨日のですね、ホームページのところ、ホワイトハウスのところにも出ておりますけれども、そうした姿勢を交換したのかなというところかと思います。で、一方で、えー、まあこれはですね、えー、週刊ウィークリーレポートでもちょっと書かせていただいたんですけども、こちらのところにも書かせていただいたんですけども、 正直国内のこの政治行政に関する問題はうんざりだというのが自民党の小泉進次郎氏内社自民二階幹事長おっしゃっていたような状況でございます。本当にうんざりだという形の喧嘩をお持ちの方も多いかと思いますが首相官邸のウェブサイトをご覧になっていただければと思います。もうすでに飛行機お乗りになっていらっしゃるかと思いますがこの時間帯安倍首相 え、米国を訪問というところでございます。さて、じゃあ、そうなりますと、今夜でございますけれども、これからですね、まあ、安倍首相、米国に旅立ったというところでございます。ニューヨーク市場関係者と話をすると、ちょっとそうした安倍首相の訪米はあまりニュースになってないというところでございます。まあ、ただし、我が国においては、これ、特に株、そして円、 まあ大きな変動幅寄せるんではないかなといううにして見ております。私も特に言うですけども、これはドルというよりも円の方だと思います。北朝鮮、そして通称問題が書いているというところでございます。で、えー、今夜でございますけども、こちらです、えー。ちょっと僭越ながら、ふっとご覧になっていただけますでしょうか。えー、今夜は、えー、日経 CNBC の、おもうちょっと光ってるのかな。こういった感じでございます。 えー、夜エクスプレスに出演させていただきますというところでございます。どうなる日米首脳会談というところで、えー、竹部テレビ欄に出させていただいているんですけれども、やはり今夜の大きなテーマ、そして、まあ、今日明日でしょうかね。2日間にわたって訪米なされる安倍首相のこと、これによって通称問題は大きく変わってくるかと思います。そこで今回のバイバイシナリオはこちらでご案内させていただこうかと思います。 今回の売買シナリオ、まずはドル円からでございますけども、その前に米国の、やはりですね、経済指標、そして FRB の幹部などはいっぱい予定がありますので、この辺は一応押さえておきたいのかなと思うんですが、昨日の小売売上高はやはりちょっと大きな反応を示さ、ま、示しませんでした、えー。本来はこちらの方がテーマになってくるというふうにして、テーマ軸になりうるものだというふうにして見ているんですが、えー、まあこの辺の経済、まあゴールドマンサクサとか色々ありますけども、 この辺よりもちょっと私は先に押さえておきたいのは、まあ、日米の首相、失礼、首脳会談もございますけれども、ええー、やはりも北朝鮮からみなんでしょうけど、ね、まあ、軍事紛争におけます、収結、宣言というのは、今日は一部韓国報道でもございましたし。制学リスクというのはなかった。 そこで急に強弱出るというような振幅が出るような材料ではなかったんですが、やはりその通称問題に関してですね、本邦のマスメディアから観測報道出てくるとちょっと動きがあるのかなというところ、これ一点押さえておきたいと。それとですね、ちょっとかなりイレギュラーなところでございます。大きく報道、まあ報道というかあまり見てない方が多いんじゃないかなと思いますが、 米国において、も、まあ、トランプ減税ございました。これは来年分、これからの話なんですが、今までの過去速に、過去のところ、アメリカの確定申告の今日期限でございますので、そうした意味では、液出しの動きが出てくるのかどうかというところでございます。ちょっとこれが終わったら、まあ、まあ、かなり、まあ、無責任というのはご指摘あるかもしれませんが、下がってきたところは、ざっくりとなんですけども、全般的にですね、逆張りで買いたいなというふうにして思ってはいるんですが、えそれがまあ、すべての金融商品に 当てはまるわけではないんですが急激な動きだとか、えーえー、あった時にはこうしたファンドなどの行き出しの動きがあるのかなというところはちょっとですねご留意していただいてまいろんな金融マーケットありますがエントリータイミングが測っていただければというふうにして思いますさてで戻りますがドル円です今回はスタンスは私は個人的には売りというふうにして思っておりますが 小幅な値動きなのかなというところで、6の70720というドル円の値幅の中では基本的な売りスタンス。107円台の前半でざっくり、ざっくりなんですが、売って、106円台の、まあ、5070で買い戻ししたいなというイメージ持ってはいるんですが、 今日は売り買い待機というようなスタンスの中で A&B& というところでご紹介させていただければと思います。6の70で買って7のちょうどで売る30線幅狙いでアゲンストは6の50。もうこの辺はもうざっくりとですけども、冷やしのボリンジャー中心線割れるか割れないかこの辺のところでこれが割れると焚きのイラスト入っておりますが、4月の上旬でございました、こうぐーっと上昇したところを埋め戻していく可能性があるよというところ、ちょっとこの辺は買った場合を押さえておいていただきたい上昇体のポイントでございます。一方で、 ま、先ほど申し上げました。7の前半で売りたいというふうにして申し上げましたが、ピアの方、7の20で売って、6の90で買い戻し、30線幅狙い。で、30線幅狙いで、アゲンストは7の40。えーまあ、直近の高値圏でしょうかね。この辺抜けていって、120分足ボリニアのプラス2シグマないしは、七、えー、7の後半、70、80まで行くとは思っておりませんが、細かく見た場合は、この辺、7の20で売って、6の9丸で買い戻し、7の40というところで、えー ビアンというところなんですが、スタンス売りとしては先ほど冒頭に申し上げた通りでございます。えー、まあどういった形になってくるのか、通商問題は基本的にどういった動きになるのかわかりませんが、今夜日経新 NBC でも申し上げようと思ってますのは、じゃあ通商問題クリアして、どれだけ円安になるんですかというところですね。その辺はちょっと抑えて、冷静にドル円レート、シナリオを見てみたいというふうにして思っております。 日経225のシナリオの方でございます。東京金融取引をクリック株三六5、現時刻もほとんど変わっていません。21,970円、8円という水準でございます。予想レンジ、21,900円から2万2二0 0飛んで50円。ちょっとかなりタイトですが、21,900円で買って2万2二0 0円で売る100円幅狙い、アゲンスト21,800円というところです。で、一方で、えー ビアン、売りの方なんですが、22000、飛んで50円で売って21900円で買い戻し、150円幅狙い、アゲンストも22200円ということで150円幅1と。これはちょっと最近のところとほとんど変わってないというところだと思うんですが、120分足ボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマ、バンド内ウォークを中心として見ているとこういうところで、シナリオを考えております。さてで、本日の日経平均。 東京市場のことで、こちらの方は小幅に続進、3営曜日続進となっておりますが、よーくこちらご覧になっていただければと思います。確かに前日比はプラスになってるんですが、値上がり銘柄数は500強しかございません。値下がりが。 1400と、まあ、ほぼほぼ1500。1500銘柄下がって、上がったのが約 500, 500銘柄しかなかったというとここの辺はちょっと抑えておきたいですね。業種別では33業種中、6業種しか上がらなかったというところですので、やはりですね、まあ、海外では大きな話題にはなっておりませんが、我が国においては日米首脳会談を前にして、様子見、ないしは戻り売り、ないしはポジションの縮小に動いたというところかと思いますので、まあ、そうしたところは個別株でのヘッジというのは、日経225の、2 2 5 先物であったりだとか、こうしたクリック株365でのヘッジ、夜の動き、この辺はちょっとですね、十分ご注意していただいて、えー、まあ、チェックないしは事前でのリスクヘッジをぜひご勘案していただければというふうにして思います。 ということで、今4時55分になりました、4時56分になるところでございますけれども、アストロロジーサイクル上では新月ということで、まだ危険転換期入っておりますので、観測報道などは十分ご注意していただければというふうに思います。以上、4月の17日火曜日の株とか合わせの売買シナリオでございました。